今週は知識マウントネタ格闘技の豆知識を募集しております、うん、さんからいただいてハマハマご飯用さんからいただいております、えー、格闘技の豆知識柔道で投げられると痛いえー、知らんなそうなんですか痛いですか柔道って授業にあった <laughs> 柔道ありましたねあれ受け身の練習とかしたなパーチンあ 中学の時は俺は剣道と柔道で剣道を選択したんだよな俺小学校の時剣道もやってたから剣道を選択した気がするんだよなだから柔道をやってなくてで俺高校生の時に柔道多分必須で道着まで買ったんだけど、うん、たまたまあの柔道の時期だけ怪我をしていて休んでいたっていう柔道経験ゼロですよゼロ人生で。うん ええー、マジでゼそう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 あれ知らんのよあれ結構お,おもろいっすよあれおもろいのそうい痛くないし全然パチャンあそうなの気持ちさあれ投げられる方うをね投げられてるんじゃん、えー、それ投げられてるけど別にじゃあ知ってんじゃん痛いのいいっ知ってるけど嘘じゃんううなんか おもろなるかなと思って <laughs>